ちょ、こんにちは。あ、今日もその服です。なんだよ、いいじゃないよ。これはお前3着目だ、3代目だから、ね、3代目なんでしたっけ。ブラザーズ違う、3代目ブラザーズって1人しかいないし、3代目ジェイソールブラザーズですよ。ジェイソールブラザーズ、ジェイソールじゃない、ジェイソールブラザーズ、ジェイソールブラザーズ。若者たちに大人気です、 LTH。 お前なんだよ、模写してんの。はい、右肩に模写。違いますよ、ここで止めてるんです。あ、止めてんの。止めてるんです、ファッションです。お前のファッションってさ、はい、なんかコメント欄見てると、うん、もっと肩出せとかいろいろ言われてるけど、はい、だからそれで売ってる。いや売ってないです、私別に。これはこれでいいの。あ、そうです。肩出さなくていい。え、本当はそうなんです。例えば別にこうやって、本当はこうやって肩を片方落として切るんです。これ別に両方でもいいんですけど、うん、今のアメリカの、お前白いね、色白すぎるんですよ。色白いな。はい、本当はここなんで毎年焼いてました。そう、 そうなんです、真っ白なんで嫌なんですよ。俺も白いんだけどね。どこですか。いや、いろいろ。いろいろ、いや、白い。いろいろって、いや、面白いですね。俺は本当白いんだよ。いろいろ、いろいろ。なんかここ腕見ると、人の腕見ると自分の色の白さって分かるって言うんですけど。白いでしょ。あ、お前白いね。私白いんですよ。そう、なんかお前さ、はい、ちょっと立って、はい、顔切れてもいいから。顔切れてもいいから、はい。これ破れてんだよ。まあダメージっては分かるけど。そうです、ダメージです、はい、完全に破れてるでしょ。いや、もう完全に破れてます。もうそれセンスがいいと思う。いや、だって売ってるんですもん。それさ、はい、まあ例えば、はい、自分でセンスがいいと思って買ってる、好きで買ってる、まあ、両方です。なんだじゃあ私そもそも、あの、まあ、雑誌もインスタグラムもそうですけど、海外の例えばセレーナ・ゴメスとかヘイリー・ビーバーとかジェニファー・ロペスとか、あの、そういう人しかアカウントフォローしてないんですよ。何になりたいの。特に何も、まあ、昔からファッションが好きなんです。海外のファッションとか LA ファッションが。なので必然的に、これは LA ファッションだ。あ、今日これはもう衣装用です。これはだからあんまり普段はこれは着ないです、はい、普段はもっと全く違うので。どんな感じ。例えば肩出したりとか、パーカーもここで短いのを着て中に出ちゃうバロン。何がですか。おっぱい出ない。インナーにチューブトップとかキャミソールとかを着て、気をつけろよ。そうですね、ポロンしないように気をつけますけど、まあ、豊さんはじゃあ例えばファッション、今日の例えばファッションだとどこら辺にこうポイントを置いてるんですか。私は今日ブルーピンですけど。これはボールの帽子のひさしとかさ、キャップ曲げるのは今でしょ。そう似合わないんだよ。あ、まっすぐは。ああ、どんな感じになっちゃうんですか。ぽっちゃんぼやみたいな。可愛いじゃないですか。いやいや、あれは俺かぶれないよ。流行りのね。ああ、そう。ただ、はい、やってるもの、あれなんていうの、ヒップホップの。そうでしょ、はい、そういうのをやってるんだったら似合うよ、そういう全体的な服装で、はいはい、でも野球選手がピーンってなってて、ユニフォームってって似合うと思う。あ、それはちょっと似合わないですね。違うだろ、うん、だからそこのセンスを俺と思う。ジャージだし、これヒップホップやできる、うん、はい、ジャージです、ヒップホップ。そうだな。私私服を知ってますけど、豊さんおしゃれだと思います。ニットとか。あ、似合いますよ。そうでしょ、はい、ただ似合わない選手とか。あ、いますね。センスの悪いやつはいるな。いますよね。その例えばサッカー選手ってやっぱりかっこいいじゃないですか、体型もね、その着てる服のセンスとかも。やっぱちょっと野球選手っていうとどうしてもなんて言うんでしょう、金のネックレスに、うん、なんかダブルのスーツとか紫のスーツ。ダブルはさすがにもうないよ。何ですか。あとセカンドバッグとか、そこになんか札束入れて、で見せ金ね。いや、見せ金なんですか。いや、見せ金っていうかちゃんとし本物の札だけど、それは使わないと。まあちょっと、まあ、プライド的な見え的なものもあるんですかね。まあないよ、それはないけど、あの金ネックレスが気になっちゃうんですよね、私どうしても。とかエナメルの靴とか。俺もしてるよ、金のネックレス。なんで金。これはお守りね。お守り、あんま見せることはあんま良くないけど、はい、ここにあのお地蔵さんが金で。いるんですか。いる、まあ、あんまり見せたくないんだけどさ。あ、本当だ。もうね、これはね20代からずっとしてる。あ、それはいいと思います、うん、それはなんかこうお守り的なものですもんね。そうそうそう、またファッションとは別にしても。そうそうそう、まあ、ちょっとなんか、ゆたかさん、そうだな、現役、俺がコーチになって、はい、現役選手に唯一言ったのは勝ちたい。なんで。お前の服はセンスがないって。どんな感じ。いや、これが流行りなんですよ、はい、なんかね、清潔感がない。
あいつの服は。え？清潔感がなかった。はい。まあ今もう結婚して、うんうん、おそらく治ってると思うけど、最近会ってないけどね。はい。治ってると思うけど、いやお前ね背番号3つけてね、うんうん、やるんだったら、はい、そこら辺のセンスも磨けよっつって言ったことはある。はい。うん。どんなファッションしてる？いやだから短いズボンでもさ。あ、パンツですね。パンツ、はい、うん、でもくるぶしってさ、はい、くるぶしぐらいまでじゃない。まあくるぶしだってくるぶしよりちょっと短かったのが流行った時期もありましたね。でもさ流行ってても、うん、あいつの体型からしてあいつガニ股なんだよ、はい、あ、そうなんですか、はい、だから似合わないんだよ。ピタッと出ちゃうんですね。あれがスーッとした足で短かったらまだいいよ、はい、だから体型に合うおしゃれってもあるじゃない。だから着てるものは他の人が着たらセンスよく感じるんだろうけどっていうのもあるでしょ。あります。この人はそれじゃないよねっていうのもあります。そう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 、もちろん。だから己を知らないんだよ梶谷って多分。結構言ってますけど、ね、結構言ってますね、まあ、梶谷は許してくれる、まあ、俺が言ってもね。そうですね、うん、きっとね。でも今は奥さんのねファッションセンスだからもう全然奥さんモデルさんだしさ。じゃあ、うん、だからもうそこら辺のセンスは磨かれてるはずだよ。昔の選手で、例えば上から下まで全て違うブランドとか色の配置が…成金的なものね。そうですなんかこれはグッチ、ここはヴィトン、うん、ここエルメス、ここベルサーチみたいな。それは統一しようよっていうね。そう、あとなんか一つそれにして他外そうよとか、あと全身ベルサーチとか。まあ桑田とかベルサーチとか好きだったもんね、多分。そう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 、現役の時ね、ちょっと派手だなとは思ったけどね、まあ一瞬見ただけだけど桑田のファッションってね、はい、うん、だけどそんなに悪くはないと思う選手。あ、そうだったんですね。元社豊さん、例えば現役の時にちょっとこの選手ないなって思って、ないなと思ったのは、はい、片岡。片岡と言う、あっちゃん。あ、片岡。お、片岡、あっちゃんね、はい、家に来よく来てたの、うちの家に遊びに、はい、ね、うん、でいつも一緒なんだよ。何着てるんですか？デニムに、うん、デニム生地のジョッキ、うん、ベスト。いやだからベストって言えないぐらいのチョッキに T シャツとか。チョッキに T シャツですか？とか。何ですかそれ？とか、はい、イージーパンツって流行ったんだよね。イージーパンツ、うん、はい、でイージーパンツ履いてて、はい、なんかいつでも農作業ができるみたいな、そんな感じのパンツを履いてたのね。いつでも農作業ができる。農作業ができるって、はい、だからあーちゃんに言ったことある、うん、お前ねと、うん、スター選手になっていくだろうって、うん、おっしゃる、着るものはしっかりしろと、見られてるからって豊さんって、あいつ言い訳するんだよ、うん、僕に合うサイズがないんですよとか言って、いや、ないんじゃなくて探せと、だって野球選手みんなそうしたらなくなっちゃうもんね。いや、ほとんど、いや、でも片岡はまあでかいからな、だからないんですよとかって怒るの、はい、あっちゃんと、うん、そりゃいかんぞと、うん、見られてる意識を作れと、はい、じゃないと心から、うん、心っていうか、まあ、体の内面からスターにはなっていかないぞと、うん、ね、セ・リーグの選手って、まあ、特にジャイアンツなんかさ、はい、あともう花形だったじゃない。そうですね。だからもう見なりとかきっちりしてたよねみんな。まあ、そうですね。いや、そういうもんだよ、うんうん、で、まあ、俺らもそうだし、はい、きっちりしてたし、セ・リーグはやっぱ見られることが多かったっていう、まあ、扱いが違うからね、扱いが昔は違ったから、はい、だからそういう意識を持てと言って、はい、なんかファッションを撮りたいと、はい、いうことで、この写真だよね。でこのファッションこれ何の雑誌ですか？気になるあいつ、うん、2年目の今年こそが勝負の年なんですか？いやだからその写真を撮るからっつって店に行ってね、店員に勧められたらしいよ、話を聞くと。いや、そうですね、全体は一応ブルーなんですけど、右腕が赤、左腕が黄色、うん、でここの襟元ですか、ここがチェック、なんか襟元っていうちゃんちゃんこみたいなんでしょで中が赤、赤で、ハイウエストのデニムにベルト、うん、店の人に勧められたって言っても多分俺はこれは買わない。断りますか、豊さんだったら。いやー、こいいものだったらしいね、結構高い値が張ったって言ってたけどさ、まあ、ただ野球に純粋だったからファッションとかあまり疎かったんでしょうかね、この頃は。いや、そんなことない。あ、そんなことはない。これはもうセンス、格好はつけてたもん、ポルシェ乗って。
あ、言ってましたよね。アンバサダーもなんか他の車でやってた。そうだよ、ポルシェの928みたいな。かっこいい。ポン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 言うの。お前船乗ってんのかって思うような車に乗ってて、はい、でこれで出てきた。屋根も低いし、はい、首曲げて乗ってたみたいな、そんな感じだもん。で、服はこれで。そう、それじゃダメでしょ。もったいないですもんね。まあ、随分変わったけどね、それから、ね。今はね、そうですね。でもそれから、宇多さん、大きい服が来たら、はい、入ったら、連絡するようにしてくださいよって言うから、いや、俺の行きつけの店があったのね。はい、ファッションの服。ファッションのね、スーツとかもそうだけど、うん、でそこに大きいのが入ったら、あ、入ったぞっつって、はい、一緒に行って、買ったりとかして、おしゃれには目覚めてきたよね。じゃあ豊さんみたいやっぱ意識なんだよ。ただね、片岡は分かるんだよ、うん、サイズがないっていうのは大きいから。そうそうそう。あ、ね、そっか。まあ片岡に反論動画をね、あ、ちょっと期待したいよね。で、このファッションはじゃあどう、このファッションはどういうことだったんだと、まあ、当時と今見てもじゃあどう思うのか、そう、ね、いいのか、それともやっぱちょっと恥ずかしい。ぜひちょっとコメントくれよ。お願いします、片岡さん、はい。